Java OpenGL は Java プラットフォーム上で OpenGL を使った 3DCG ソフトウェアを作成するためのオープンソースライブラリーである。JOGL では C 言語で使える OpenGL のほぼすべての機能を JNI により Java で直接使えるようにしている。JNI のソースコードは同開発元のライブラリーグルーゲンによって自動的に生成されていて C 言語と大差ない感覚で使えるが Java 3D などの Java ライブラリーほどローレベルな API を隠さずオブジェクト思考に沿った構造ではない。そのため低オーバーヘッドによる高速な実行が期待できるほか C 言語のコードをほぼそのまま Java へ移行できるが代わりにソースコードは単調で長くなる傾向にある。JOGL には OpenGL の API の他に既存の GUI ライブラリーで OpenGL によってレンダーされた画像を表示させるためのクラスや単体で OpenGL ウィンドウを表示するためのクラスなども含まれている。もともとは JSR-231 のリファレンス実装としてケネス・ブラッドレイ・ラッセルとクリストファー・ジョン・クライン、そして後にサンマイクロシステムズによって開発された。だが OpenGL のバージョンアップに伴う API の変化に OpenGL 1X のみに対応している JSR-231 と Oracle の JDK のバイナリコードライセンスによって規格以上の機能は足せない都合上 JOGL 2.0 よりほぼ同一ながら標準規格に沿わない独自の API を有している。またその関係でパッケージの名前空間もバージョン 2.30 よりJAVEX、Media、OpenGL から完全に移行している。2015年8月現在、JOGL はデスクトップ向け OpenGL バージョン 1.0 から 4.5、モバイル向け ES バージョン 1.0 から 3.1、そして Eagle バージョン 1.0 から 1.5 に対応している。またほぼすべての機能拡張も使える。JOGL バージョン 2.40 では OpenGL の後継 API であるバルカンへ対応予定。ありがとうございます。